インテロ TV。 なんと戸田ボートレース場にやってまいりました。ちびっこ喜びそう。ここどうもディズニーランドにようこそじゃないですね。スプラッシュボートの VR、 VR であのボートレースが体験できる場所じゃないですか、これもしかして。さあ中にやってまいりました。これからこのはっ見てください、ウィーウィーパーク戸田外向け発売所フライングゲットでございます。どうもこんにちは、アンミカです。あ、今日は無観客ということでお客さんはいなくて少し寂しいんですけども、見てください、中はこんな風になっておりました。私も初めてでございます。ここでお客さんたちはいろいろなレースを見ながらこれに書いていくんですね、こうやって。あの私はね、あの今日はあの一着はね戸田さんだと思う、絶対一着は戸田さんだと思うから、あのじゃ あの戸田さんでみんなもそれ買った方がいいの。大穴だね、大穴、大穴。誰イメージですなんか他の戸田じゃなくていろいろ、あ、あった、私のふるさと。これなんて読むかわかりますか。常に滑ると書いて常なめよっ。布団が吹っ飛んだ、アルミ缶の上にあるみかん、センキューベルマッチャ。それ滑ってるってことですか。なんか常に滑ってる常なめっていう感じですね。あと他にも、はい、一般の席以外に有料の席みたいな、有料でお金を払わないと入れないところもあるんだ、はい、それ行ってみましょう。ああ、こんにちは、やってきました、デミスカルノでございますけども、こちらがラグジュアリーな、お金を払わないと入れない場所になってるんですね。ウィンウィンパークとだ有料エリアです。こんにちは。あ、なるほどね、お金を払って入る場所、見てください。はあ、こんな風になっている。はあ、なんか映画館みたいな感じ。一個一個にこう落ち着いてレースの予想ができるように区切られてるんだ。こう、あ、でここで座って座ってモニター見て、あー、だからわしが言っとるにはの、絶対に1着が戸田さんで2着が浅田さんで3着が田中さんってもう決まっとるだ。もうこれで見ないでも分かっとるだけども、これは大穴だから、これは決まっとるだわ、絶対に決まっとるだ米田さん、おじいちゃんがなんとお金を払って中に入ってきたっていうところで、ちなみにいくらか気になりますか。気になりますね。いくらぐらいかかるんですか、やっぱり。今日は、1日2000円ですね。あ、2000円、1日2000円ということは2000円1回こっきり払えばもうずっとここにおることができるんか。そうですね。あ、そりゃいいの、2000円でずっとおることができるというのはありがたいの。ほんで、なんだ、このナンバーが書かれとるけども、これはあれか、どうなんだ、座席指定指定できるんか。ああ、そりゃいいわ、カバンで確保する必要もないということですね。あんですか、プレミアムルーム、アタクシーデビスカルノにふさわしい高級感あふれるプレミアムフルー。これがあの、あら、カードキーです。 IC カードですね。ここで顔認証、い、開きました、行きましょう。あ、なんか絨毯が引いてあって高級感ありますよ。すごい、さっきよりもさらに仕切りが重厚になっている。うわー、これ完全にもうプライベートじゃん。見てください、完全にもうこれ個室ですよ、ほら。わわわわ、中で
スリッパも用意されてるし、モニターは2台完備。もう、うわ、完全にもう専念できますね。あのなあ、私もなあ、あのいいなと思っとったんだけどなあ、腰も痛いだけど、あの肩もあの肩こりでのもう痛くなったのと、あと今日はなあ、あのかみさんと喧嘩してもうたもんでな、ゆっくりゆっくり自分と向き合い合って自分と対面してボートレース楽しみたかっただわってなりますね。米田さんがここで来たらきっとこう言ってただろうっていう、すごいさっきよりもさらに1ランク2ランク上がったお部屋が、ここ料金とか気になりますか？お高いんでしょう、きっと。おいくらですか？もうさっきが2000円ですから、きっとお高いと思うんですよ。なんならあれですかね、もう1万円ぐらいは出ちゃいますか？きっと出ちゃいますか？ここの料金5000円です。半額の5000円 !5000 円ですって。じゃあそろそろいよいよボートレースに挑戦します。いよいよ本日の目玉ですね。挑戦しちゃいますか？はあ、楽しみですね。行ってみましょう。いやー、外に出てきましたけど、今もあれ練習してるんですか？すごいですね。こうすごい生で見ながら、あの前のレースの結果とか見て、オッズを調べてどれにしようかなって決めれる。すごい考えてるんですよ。もうね、こう今見てください。こんなもう予想の紙びっしり書かれて、山中里さんが打ったらあかんた、佐竹さんが打ったらあかん、こういうねものを見て決めるんですよ。通常はこういうのをよく吟味して、ちょっとあの難しいのでそこまで読む。私の今日はね、メンズたちが戦うということなので、好みのタイプ順に予想を立てていきたいと思います。決めました。もう決めました。やっぱり好きな顔のタイプなので早いです。じゃあ発表したいと思います。金太郎独断と偏見、好きなタイプ第3位は中里さん。3位は中里さん。なんで中里さんにしたかって言ったら、疲れて帰ってきた時にめちゃめちゃ美味しいスクリュードライバー作ってくれそうな、カクテル作ってくれそうな人相だったからです。第2位は松下さん。松下さんはね、もうすごい良くないですか。なんか杉良太郎を思わせるような熱い唇で、熱いキッスと熱い抱擁してくれそうだなってところで、松下さん第2位選ばせていただきました。記念すべき第1位はブルーバーンてっ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 て山木さんです。なんで山木さんかって言ったら、全部やってくれそうな、この優しそうな表情とおでこの輝き具合、こちら選びました。さあどうでしょうか。私の予想は当たるんでしょうか。もう始まってんの？進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。いや、はや、スタートしました。2、3コース、2人コースタート、少し1コース、1番、中里スタート、5秒を踏みました。2コースから出ていく2番の山区、2段幕に行ったのは3番の牧、まくり合戦のトップ争いで、インコース2番の山区、アウトコース3番、牧と並んでいます。その後ろは内から差していた4番、森下が3番で、さらにすぐ後ろは5番の松下も内から続きます。スタートは前提正常でした。3番の牧が差し返して森下をかわしていく。そして先頭に差を詰めてきまして、時計が入ればインコース3番牧のへさき、山区にかかりました。トップ争いに持ち込んだ3番の牧で
2周の中、マキさんが来て、ここは離されました。逆に3番手から4番森下、一気に2番手手先が勝って4番の森下、そして最後3番手は2番の山久が守りきります。先頭3番マキ五輪、4番森下五輪、2番山久五輪、1番中里五輪。誰だ、ほかりたくなる気持ちが分かりました。なるほど、こういうことだったんですね。こういうドラマの末の最後。はっ、ビギナーズラックとはいかずでしたね。ドリームならずでした。ボートレース場の見学してみて、はい、どうですか、どうでした。いや、すごい、なんかいろんな一日にしていろんな感情が芽生えましたね。この勝負ごとでこう、こういう感情から、キッズスペースで子供遊ばせられるっていうところから、ちょっとなんかまさかの意外な、お金を出したらちょっとワンランクツーランクアップの場所でちょっとゆったり券を買ってレースを楽しめるっていう、なんかそのボートレースだけじゃないなっていう、新たな、こう来てみてやっと分かったの。楽しめますね、本当に。なんか全然こういろんなことができることをしました、ね、楽しかったですね。本当に早く緊急事態宣言が明けて、ここで賑やかになってほしいですね。またワイワイするのが楽しいですからね、お客さんたちと。